めっちゃ歪んでるように見えるけど、全然真四角なので、あの安心してください。サインとお名前を入れていきたいと思います。ということで、私これ歪んでないからね。そう、錯覚なの。私がこうやってこうやってしてるだけでも、こうしてるだけでもないんだよね。気をつけてください。よろしくお願いします。あと名前が、私の名前が入ってる名前がダメだ。じゃあもう名前読んでいこうかな。まずは A を、 A と B があって A を買ってくださった方からになります。まずは本当にね、ありがとうございます。これたくさん申し込んでくださって、一瞬目が悪くなったのそうなの、よろしくね。そう、渡航ではありません。ではでは、あ、待って、一番最初の方からメッセージないんだけどじゃあ一人目、ゆうじさんです。ありがとうございます。 A を買ってくださった方からですね。まずかあくんさん、ありがとうございます。ゆうじさん、頑張ります。ゆうじさんメッセージないけど、じゃあ勝手に作りますね。いや本当に今回の衣装の黒い衣装本当に似合ってるよ。一番似合ってる。ありがとう。明日や。たら次がセイヤンさんです。セイヤンさん、息をする心の発売おめでとうございます。これからも進化する大人やんを応援します。ずっとサヤンしか大好きです。ありがとう。そうだね、うん、大人ですから大人やん今年はね。そうですね、これから見せていきたいと思います。まあ、子供やんのね、まあ、全部好きだと思います。ありがとう。次がかーくん、ありがとう。そう、そのパターンなんです。サーヤ選抜おめでとうございます。サーヤ推しとしては嬉しいです。サーヤ推しとして嬉しいです。いつかはサーヤのセンター見たいです。遅番で配信は見えないですが、あ、見てないんだ今。アザージャケットのサイン届くか楽しみにしています。お話し会もよろしくお願いします。ありがとう、ご丁寧に。たくさんありがとう。そう、センター目指して頑張ります。応援してね、ありがとう。次が鳥取太郎さん、2枚。ありがとうございます。鳥取太郎さん、鳥取太郎さん、さあやん、あ、2番手ポジティの活躍本当におめでとう。ありがとう。MV での JK もダンスもリップシーンも輝いてますね。ツタやタバレコなどのポスターもインタビューもかっこいいので撮れてまうやろーって。ありがとう、いっぱいいっぱい見てくれて鳥取太郎さん、私はねもっともっと進化していくのでずっと見ててください。お仕事中、頑張って、頑張れ頑張れ。とか直屋さん、直屋さん、キュースシングル発売おめでとうございます。サイン会心待ちにしていました。シングルいっぱい聞くねって心待ちにしてたこちらお渡しします。ありがとうね、直屋さん。しゃ、いっぱい聞いてね、好きなとこ教えて。ら次が秀明さんです。秀明さん、プラコンエース高尾もエナジーヤン、サーヤンもブラックサーヤン、どのヤンヤンも大好きだよ。黒衣装に黒のベレー帽も可愛いです。ありがとう。すごい、クラコンのエース懐かしいんだけど、クラコンのエースもう多分違いますけどね。次に続いて、アザージャケットの委員会も初申し込み、ありがとう、あ
ありがとうありがとう。そっか、初なのか。これから初なんちゃらも増やしていきましょう。いつも大好きだよって言ってくれるよね。一旦早々にリップ塗り直し。あ、こっちか。すいませんね。本当に冬、春が乾燥します。本当にというわけで、ルシエルさんありがとうございます。ルシエルさん、なんかどっか行くって言ってたな。いろんな子のところにいいけど。メッセージも書いてある。なんだかんだでサヤン一押しです。矢印はてな。これからもお手柔らかによろしくお願いいたします。ペコリありがとうございます。あ、いたいた、大丈夫だったんだ、ありがとう。そうだね、なんだかんだでもずっとサヤン一押しでいてくれて嬉しい、ありがとう。なんか楽しんでね。あ、でもなんだっけ、卒業公演かな。じゃあ次がケンタロウちゃんです。サーヤンヤッホー、ニックネームを、あ、なるほどね、ニックネームが10文字超えちゃうからちょっと変えてくれたみたいで、結構あるからその時よろしくね。サヤには唯一ケンタロウちゃんって呼びたいです。テレサヤンありがとうね。確かに、でもちゃん付けできる。話し会でツイッター始めたとお伝えしたら、えっとやったね。あ、そういうことね。あ、そういうことね。オッケーオッケー、了解です。ありがとう。なんで書いたの。そういうことか。読み読みできてないな。次が藤本樹さん。ありがとうございます。確かに、なんか文章がなんか。サンありがとう、可愛すぎて。サンヤンの SNS 見るのが本当に全部よ。おお、全部可愛いけど特にインスタのサンヤンが好き。これからも SNS の更新楽しみにしてます。多分配信見えてないかもだけどよろしくお願いします。お、見えてないのかな。そしたらね、藤本樹さんありがとうね。すごいインスタの方をしっかりと見てくれて、でもね、うん、目の保養って嬉しいです。これからも更新してきます。ありがとう。そして次がコックンです。コックン、大出世おめでとうございます。大出世。考え方はとても大人、来店は JK のようと言いたいところだけど、初グラビアの大人っぽさにびっくりしました。おお、あんなサイヤンを隠し持ってたなんて、わら。これからもいろいろな魅力に期待しています。ありがとうございます。いやいやいや、そうですね、隠しちゃいました、ごめんなさい。いやでもこれからはあの、そう、いろんな私を大放出していこうと思ってますので見ててください。コックンありがとう。次が鴨智博さんです。鴨智博さん、お、神さんを開けるくらいにだ。本当に最近になってね、聞いてもらえるようになったよね。あ、とも DD さんありがとうございます。最近ますます可愛くなって好きが止まりません。嬉しい。とも DD さん嬉しい。最近ますます毛も可愛い。ありがとう。これからも頑張ります。もっと可愛くなれるように頑張ります。次がなおさんです。なおさん、配信いつも仕事でコメントできてないけど、さや見て癒されてるよ、ありがとうって。いや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 、こちらこそですよ、本当にいつもありがとう。あ、仕事中だけどコメントできた。なおさんありがとう。ありがとう。
お仕事中なのに。続きましていきます。頑張って。まだまだあるかな、お仕事。頑張ってね。ありがとう。これからもよろしくね。やばい、ありがとう。頑張って。次がトールさんです。トールさん、でもちょっとメッセージがないので、そうだな、車で行ってるよ。いやー、本当にさ、やってもう輝いてるよね。輝いてて素敵だよ。ありがとう。自分で言っちゃってるから。次がガッキーさんです。ガッキーさん、サーヤンの笑いのセンスが好きです。笑いのセンス、そんな配信いつも面白いね。お友達のさやころと高尾探偵に飯食いさせてください。そういう設定じゃなくて、まあそう、えかちゃんの2番のサーヤンの歌詞、あ、歌割り好きです。おお、ありがとう。サーヤンに一つだけ言いたいんだけど、褒めたらちゃんと覚えておいてよね。忘れないでね。いや本当にごめんなさい。いやそうだよね、そう、確かにガッキーさん、そう、ありがとう。あんまりなんかそんなね、確かにいつもコメントしてくれて。俺も大好きだよ、でも珍しくない、こんなに褒めるの。そうです。俺もで、ありがとうございます。忘れません。次が2点です。4月のお話し会楽しみにしていますって。お、4月か、じゃあもうすぐだね。じゃあその日がくんの楽しみにしてます。みーくん、ありがとう。そう、褒めたらんかもしれん。次がゆうちゃんずさん。ゆうちゃんずさん、こんばんは。多分仕事が終わる。今回もロケットサイン会参加できてありがとうございます。こちらこそだよ、こっちの言葉よ、大切にします。ありがとう。あ、いたいた、ジャケットサインありがとうございます。ありがとう。今回もいっぱい増えてきますね。ありがとう。頑張ってきてね。あ、いたいた、みーくん、ありがとう。次がコウジさん。コウジさん、さやにハマってかれこれ9ヶ月ですよ。おお、半年超えた。もうすぐ1年。毎週1回はサーヤンが指に出てきます。内容は内緒。ないないない。ますますサーヤン沼にハマっていく自分が怖い。サーヤン歴は短いけどこれからも楽しくしていきますね。いやいや、いいじゃないですか。いいことですよ。じゃあ今度また話しましょうね、話し会で犬の内容も。ありがとう。次がヨッピーさん。ヨッピーさん、去年のショールームからサーヤンを知り、努力家で可愛くて人当たりの良さと笑顔が好きで、今では虜になってます。え、めっちゃ嬉しい。めっちゃサーヤンのさよならご活躍をお祈りさせていただき応援します。いやー、ありがとうございます。あたじゃけ初でした、初めてだ。ありがとう、嬉しいこといっぱい言ってくれて、うん、出会ってくれてありがとうです、本当に。次がシュンさん。シュンさんがフロントメンバーおめでとう。さやかちゃんとは誕生日も近く一緒にお祝いしたり、うん、お話し会ではツーショットで可愛い対決したり、ますます仲良くなってる気がします。うんうん、ファン思いで努力家で優しい君をこれからも応援します。超可愛い、超好き。え、本当にかっこのやつは。え、嬉しい、本当にありがとう。いつもね、疑っちゃうから。ありがとうね、また話そうね。また会おう。ナオキクロードさん。ナオキクロードさん、クロードさんはなんとなんとメッセージなし。続きまして、バルソンさん。そうだな。え、サーヤン今日何食べた？
私はね、今日は昼ご飯はハンバーガーとポテト食べましたよ。ありがとう。これからも応援するよ。そして次がプラザ48さんです。借りてみます。25かな。プラザ48さん。続きまして、さやの目標 STU のセンターと写真集発売に手が届く位置に来ましたね。初期から応援しているので嬉しいです。ご存知リーディですがメイン推し面です。さやの全てが大好き自慢の推し面です。ありがとう、嬉しい。あ、しかも明日もチャートで一緒だけできるよって。ありがとう、嬉しいです。待ってます。そう、明日なんだよね。本当にね、長く長く応援してくれてありがとう。次がファルコンさんです。でもなんと、なんとなんとメッセージがない。なんかちょっと珍しい気もするけど。じゃあ、こんにちは、サーヤン。しかしけ、いや今年はね、サーヤンにいっぱいいっぱい会いに行くから待っててね。ありがとう。気忘れ。名刺、あ、ね、名刺ありがとうございます。話して嬉しかったよ。ありがとう。竹芝で会いましょう。お、待ってます。明日よね。ありがとう。次がチュンタさんです。チュンタさん、でも待って、メッセージがさ、よろしくお願いしますだけなの。チュンタさん、でもね、お話し会ではめっちゃもう毎回ね、話が弾むんだよね。いつの間にか話終わってる。ありがとうございます。お待ちしてます。私もね、いろいろとメッセージ気づいたら、あ、気づいたら締め切ってた。あ、そういうことか。ありがとう。次がゆうきさんです。優しい木、ゆうきさん、いつもサイアン見て元気もらってます。これからもずっとサイアンしか、おー、嬉しい、嬉しい。じゃあその言葉を私は信じます。ゆきさん、ありがとう。めっちゃついてる。ありがとう。そして次がおたて様です。勢いがすごい。なんか間に合ったかな。間に合わないかもって言ってた気がするけど、サイヤ本当に好きすぎて、可愛すぎて、やばすぎて、サイヤ可愛いやんって言ってた。サイヤ毎日毎時間毎分毎秒思い出してます。え、サイヤ可愛いやん、サイヤ可愛いやん、素晴らしい。言ったことない私そんな言葉。え、どういうこと。え、私言ったことない。あ、分かった、癒せようとしてんや。うわ、分かった今。いやー、いやー、分かった今。サマテニアのラン、サマテニアのラン、ぬかと間に合って、ありがとう。次が、トシサさんです。トシサさん、サーヤンセンター STU 紅白出場頑張っていこう、全力応援してます。これからもサーヤンしか。ありがとう、嬉しい、超心強い。ありがとう。そう、目指して頑張る。ありがとう。トシーさん、次がウッシーさんです。ウッシーさん、忙しい日々が続いてますが体調は大丈夫ですか。全然大丈夫よ。全然、一夜持ってなくてもサーヤンに顔を覚えてもらえるように頑張りたいと思います。そうだね、そう、私も覚えるように頑張る。顔はね、どんどん覚えてくるから。あ、お、やった、ありがとう。チラッと見えたって、ありがとうございます。よかった、チラッと見えて。次がハンちゃんです。ハンちゃん、あんちゃんは今日は拙者、仕事でどうしても見れませんね、片付けない。あーちゃん見えてないのかな今。いつもその他の
身を案じております。その他のことを思い慕っております。またお会いできる機会楽しみにしております。バイチャラポいろいろと突っ込みたいけどちょっとでもいつもねなんか私を笑かしてくれるんよね。ありがとうね。また会おうね私も。じゃあ次がカズヒロさやかぞくさんです。カズヒロさやかぞくさん、マイクいつも癒されています。ありがとう、ありがとう、これからもよろしくです。ありがとう。9枚目シングルの選抜そして発売おめでとう。サーヤの活躍にいつも元気もらってます。これからもサーヤらしく頑張ってね。サーヤ大好きだよ。ありがとう。そう、カズヒロさん長いことありがとうね。今年はね会おうねあ、来た来た公園でね、久々に本当に久々だったよね。また会いましょう。次がコッペさんです。コッペさん、コッペさん、やっほー、いつも可愛く、いつも優しく、いつも輝いてる。サヤのことが大好きだよ。センター目指して。これからも突き進んでね。少しでも力になれるように応援し続けますね。出会いに感謝。嬉しい。なんと嬉しいことなのだ。ありがとう。そうだね。目指します。ノブが使えるね。もういっぱいね話してるよね。あ、いろいろと楽しみにしてます。私はマイケル元気です。本当に感謝だ。次がナリさん。え、ありがとうございます。ナリさん、うん、よろしく。職場で飾るよ、大丈夫？あ、そういうことニュースシングル発売サーヤ選抜入りおめでとうございます。この新曲で8スを超えるベスティー旋風が巻き起こるのを楽しみにしています。日本中、いや世界中のチャラシをサヤのトリップにしましょういいね、その計画いいね確かに日本も巻き込んで世界も巻き込んでサヤン旋風浮かせようありがとう、ナリさん。今日無敵な可愛さですって嬉しい。やった、嬉しい。次がすりきち244さんです。すりきちさんも、うん、すごい何回もお名前書いたことあるから。でもメッセージないわ。そうだな、サーヤに釣られてかれこれ244年。ではこれからも更新していくよ。ありがとう、すりきち244さん、ありがとう。はい、ということで次がネモさんです。ネモさん、マジネモさんはこんばんは。いつもサイアンの独特の雰囲気で癒されてます。お、正規メンバーになってからだんだんと遠い存在になった気が感じがしますか。それは気のせいで嬉しいことだと思います。お体に気をつけて頑張ってください。応援してるよって、ありがとう全然そんな遠いとかもないですよ、絶対に。ありがとうございます。変わらないので。次が松さんです。好きです、頑張ってください。ありがとう。あ、なるほどね、なるほどなるほどそうだねそうだね、心がヤンヤンしてますって。ありがとういつも嬉しいよ本当に。ありがとう、お話し会も来てね次がなるみさんです。なるみさん、あ、この中で読んでね。わかった、これは読んじゃダメってことね。なるみさん、今日もサーヤンしか勝たん。 MV で見るサーヤン とてつもなく可愛くて何回巻き戻して見ちゃうくらいで、うん、そうなんだ、さすが推しめって気持ちで見てます。よそ見してもサーヤンに夢中なんです。これからも嬉しくね。おお、でもなんかわかるかもなんかわかる気がする。ありがとうねもう信頼感できてるよね、この私たちの間に。ありがとう。
マサキュー。次がウィンパディさん。ウィンパディ、シカシカだよ、来た来た、サインシカシカだよ。コール解禁されたので超絶可愛いサインシカコール頑張ります。本当にお願い、本当に聞きたいです。超絶大きな声で言ってください、もう叫んでください。ありがとう、サインシカシカ。次が中村道博さんです。中村道博さん頑張って。息をする心の MV、 黒の衣装がとてもよく似合ってますね。お見送りや話し会、さらに会うたびにますます好きになってしまいます。明日しかないやん、さあやん。おー嬉しい、そうだね、とてもいいこと。とてもいいことだと思います。加速していきましょう。次がサトロクさん。サトロクさん、いつもサイアンから元気をもらってます。ありがとう。毎日配信でも癒されてます。大会もよろしくお願いします。大好きです。お、ありがとうね。確かに確かに、毎日配信いつも見てくれてありがとう、サトロクさん。これからも今年もたくさん見てください。次がともきちさん、2枚だ、ありがとう。鼻がかゆくなってきた。嬉しい。玉吉さんは、伝説のチャーハン配信がサインを意識するきっかけでした。初選抜から今や選抜のズルになり、特別にポジションが上がってきて嬉しい限りです。これからも、これからも、たくさん楽しい夢を見させてください。自慢の推しです。センター目の前かなって。あ、嬉しい。ともきちさん、コメントにはいらっしゃらないかな。ごめん、私が花をありがたけれど、チャーハン配信が意識するきっかけだったんだ。え、そうだったの、いらっしゃった。本当にでもたくさんね、いろんな場所から見守ってくれて。でも本当に行きたい。え、いらっしゃる。誕生日、お、おめでとう、お誕生日。毎日プレゼントみたいな存在だけど。吉さん、サラヘ、ありがとう。あ、いたいた、とてとて、あ、好きだ好きだ、君が好きだって、ありがとうございます。とて本当にありがとう。2枚もしかも、ありがとう、嬉しい。おめでとう、誕生日。あー、というわけで次はおめでとう。次がミッドナイトシガーさん、2枚ありがとう。ミッドナイトシガーさん、ミッドナイトシガーさん、 MNシガーさん、すごい2枚目の名前が、あ、いらっしゃらないかな。ありがとう。キュースシングル、キュースレックから発売、おめでとうございます。ありがとう。
続きまして、竹津さん。たくさん聞いてます。元気になれる曲ですね。シュート黒の衣装のコントラストもいいですね。ダンスもかっこいい。つまりサヤが好きだ。すごいいっぱい全部褒めてくれた。ありがとう。いつもいつも優しくしてくれて嬉しい。あ、ちょうど私も歌えるとこだ。ありがとうね。いっぱい披露するの見てください。ありがとう。マッピーさん、マッピーさんです。めっちゃついちゃった。マジックマッピーさん。サヤンがいつでも笑顔でいられますように応援しています。 QR 動画の朗読大変味わい深いものだったよ。これはいじってるか。いじってるかでも褒めてるかどっちもかな。ありがとう、嬉しいです。次がバルタン太郎さん。太郎さんどうでしょう、どっちなんだい。チョロータ DD ですが、まだまだ STU はサヤンだけも燃え抜いています。おお、すごいすごいことすごい。でも最近確かに会えてないかも。待ってるよ。次が修造さん。修造さん、アイドルで居続ける限り落ち続けます。健康だけには気をつけて、押すしかないやん。ありがとう、嬉しい。お、仕事帰り見てよかった。新作ね、あ、声出しできるよ明日きっと。ありがとうね、嬉しい、楽しみにしてます。次がナナ、ナナちゃん。サヤの活躍を見てると、サヤを見てきて本当に幸せだなって気持ちになります。毎回可愛いを更新していくとこ、努力家のところ、ファン思いで優しいとこは全部全部大好きだよ。これからもずっとサヤしかな気持ちで応援してるよ、ラブって。嬉しい、ありがとう。ナナちゃん嬉しい、そんなにたくさん思ってくれて。ラブありがとう。あ、交通安全の応援してます。お、ありがとう、そうだね、応援して。次が、ジンさんです。ありがとう、ジンさん。いやー、サヤの活躍を見ている姿とても嬉しいです。公演ライブではサヤアイドルらしく輝いている中、配信ではすごく面白いし毎回ツボです。早くもよろしゅう。あ、あ、あ、はあ、はあ、はあ、え、すごい、え、あなたツンデレですね。ありがとう、嬉しい、これからもいっぱい会おう。ありがとう。次がコージラッキーセブンさん。コージラッキーセブンさん、いい曲いっぱいわかる。うい、あの今回のカプリングもめっちゃいい曲ばっかりなんですよ。あと、コウジさんはサーヤ選抜メイト STU の中心メンバーとして活躍しているサーヤを応援できていることに誇りに思うよ。センターになる夢や初心者発売の夢などいっぱい叶うように願ってます。お客様かわいく、ミニはサーヤの魅力で頑張ってね。ありがとう、嬉しい。さやつにするねって、ありがとう、また会おうね、幕張り。次は、次がセッキーさん。セッキー、セッキーさん、サーヤ息をする子の MV 見たよ、すごく良かった。これからもテレビで息をする心をたくさん披露できるといいね。確かに楽しみにしてるね。確かに今んとこね、何回か出演してもらってるけど、まだ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 流れを止めないでいきましょう。ありがとう。次がヨッシーゾンビさん。ヨッシーゾンビさんが K
今回も神曲いっぱい。早く生のパフォーマンスを見たいです。いつもサインもありがとう。確かに。こっちもいつもね、後ろの方でも応援してくれてありがとう。ペンライトとかもたくさんありがとう。そうだね。早く見せたいですね。次がフリポンさん2枚だ。ありがとう。フリポンさん2枚。じゃん。フリポンさん。サーヤンへ、サーヤンを見てると笑顔で元気になれるよ。サーヤン可愛くて努力家で優しくてとってもファン思いな心が好きだよ。サーヤンの配信見える。 SNS などではなどで仕事も頑張れるよ。いつもありがとう。これからも嬉しくね。サーヤンしか嬉しい。初だけありがとう。明日ちゃんと行くよって。ありがとう。2枚もしてくれて、しかもいつも優しくしてくれてありがとう。本当にダサいです。待ってるね。次が A ちゃんです。大声で読んでいいよ。 A ちゃん、今のダンスもブルブルです。これからも応援してね。サンキュー。サーヤン、初めてのお話会からも何年だろう。え、不思議に何でも話ができる可愛いさやかちゃん。どんなことがあってもさやだからね。安心してほしい。どこにもいかんよ。やわらかさやる。セントに約束だからね。もう気づかないよね。ありがとう。いつも言わなくて。いや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 、いつも、でも いけないとか言っていつも来てくれるじゃん。明日も楽しみ。ありがとう。待ってる待ってる。話し会も確かにいっぱい話してるもんね。次がパラパンさん。ハラパン。2月ショールームで一目惚れしました。5月対バン初生ヤン様で一目惚れしました。初12月初ヤン様亀子初ヤン様お見送りで一目惚れしました。2月初お話し会で一目惚れしました。今日も一目惚れ、今日も一目惚れしました。ありがとうございます。すごいいっぱい一目惚れしてくれて、ありがとうございます。すごいヤン様って言ってくれたのが嬉しい。あ、代理、あ、彼は高尾さんが思うより高尾さんのこと好きだと思ってます。彼も頑張るって。本当にありがとうございます。嬉しい。いつもありがとう。待ってるね。イベントじゃあ次が釣り犬さんです。おもろい。代理の方もありがとうございます。次が旧数シングル発売おめでとうございます。小田塾に PR 舞台ショールーム選抜と3つもさやかちゃんの声が入ってめちゃくちゃ嬉しいですね。さやかちゃんにとって思い出に残るシングルだといいですね。いや、もうなってます。これからも応援してますって。ありがとう。釣り犬さん、いつもいつもベストなメッセージ。今日も世界一かわいいって嬉しい。確かにね、もう心に残りますよ。応援してます。ぜひぜひお願いします。次がひあきらさん。ひあきらさん、確かにさっきから私の声めっちゃ聞こえてくるわ。旧作シングル発売おめでとう。さや推しになって1年半くらい、どんどん大事なポジションを任せるようになってすごいです。いつも頑張っているさやを見ていると自分も頑張ろうと思います。ありがとう。これからもたくさん会いに来ます。嬉しい。ありがとう。ひやきらさん、いっぱい公演も見に来てくれてありがとうね。いつも嬉しいよ。で次がてつさんです。てつさん、選抜入りおめでとう。ポジションもセンターに近い位置だし NG もかなりメインでつってて嬉しいの連続です。忙しい日だと思うけど体調に気をつけながらこれからも頑張ろうねって。ありがとう。そうだね、てつさんもね応援してるからね。確かに、とりあえず気をつけます体調に。ありがとう。いつも心配してくれ。ありがとう。次が大内あきらさんです。
肩かわいい。大内明さん。で、コメントで肩かわいい。最高か。大内明さん。ありがとう。あ、頑張れ。サイン。ん？サインありがとうございます。3月25日。幕張でお話ししましょう。お、じゃあ幕張で会えるってことですね。あ、あとお誕生日もね、おめでとう。ありがとね。で、次がレイクさんです。レイクさん、ありがとう。なんかコメントメッセージなんか面白い。ハヤに出会えてよかったと新曲を聴きながら改めて思う日々です。いつも楽しさを届けてくれて優しくいてくれてありがとう。これからも実際の味方です。人と比べず自分のペースで自分らしくいてねって。うん、ありがとう。そうだね。自分らしく自分のペースで、確かにこの息をする心の歌詞でそうします。でもだんだんと本当に慣れたい気がする。ありがとう。楽しくしよう。次が吉野里さんです。呼びづらいな。吉野里さん、昔から応援してます。ありがとうございます。吉野里さん、山崎ねぎさん、ありがとうございます。じゃーん、レアキャラすぎてすいません。もう本当に忘れられない程度に現れます。何年前でしょう。山崎ねぎさん、ありがとうございます。確かに定期的に、ありがとう。時々来るよね。本当にいや、もっと来てほしいけどね、本当は。ありがとうございます。次がモモビリーさん、2枚。モモビリーさん、モモビリーさん、モモマヨありがとうございます。ありがとう、ホワイトで。ありがとう、ありがとう。本当いつもは語らないけど、なんでこんな。サーヤ、大好き、 I love you、 好きだ好きだ。ありがとね。嬉しい。いるかな、いらっしゃらないかな。モンビリー Always thank you、 ナイスデイ。おしめん。ありがとう。ありがとう。次がアブテツさんです。アブテツさん、サヤが一番可愛いです。え、なんかいつも言ってくれるよね、それ。嬉しい。一番いいんですか。ありがとう。ライブも来てくれてありがとう。次がウェッチさん、ありがとうございます。息をする心がヒットして、サヤンと ST 魅力が多くの人に伝わりますように。おー、ありがとうございます。そうだね、たくさん広めれるように頑張ります。ありがとう。イエイイエイ。次がシノさんです。シノさん、嘘だったら大変だけど、撮影踊る舞ちゃんが大好きで、ありがとう。花さんが、そうなの、花だれ、どうもサイアン、ミュージックビデオサイアンいっぱい映ってるから自分は大変満足です。もっと前からかと思った。画面いっぱいのサイアンに釘付けよう。いい感じ。体調良くなったら広島来たいなって。あ、え、体調良くない。あら、良くなりますように早く。ありがとね。いっぱい見てね、 MV も。嬉しい。次がなりちゃんです。なりちゃん、あ、マリちゃんがよろしくお願いしますだけだ。あら、いや、こちらこそ。マリちゃん本当に結構前からよく見る名前なんですけどね。へい、ありがとう。今年もたくさん待ってますよ、いろいろと。次がダユウさんです。ダユウさん、ありがとう。ガリュウさん、ナリちゃん、よろしくお願いします。好きです、大好きですといつも書いてるから、今回も同じじゃないかと思いましたね。だから愛で書きます。好きです、好きです。君が君が好きです。これはこれは
確かに思ったかも。悔しいけど思ったし、違うこと言ってくるかなと思ったら全然一緒でした。いや、ありがとうございますきがきのこのかパパ、きのこのかパパさんなんか公園での笑顔が最高で、キラキラ輝いてるアイドルな一面と、配信でのゆったりとした空気感にツボが浅い一面のギャップにハマってます。おお、これからも応援していくのでよろしくお願いします。嬉しい。でも可愛すぎです。楽しみやってます。帰りきよう。待ってる待ってる、なんか帰りきします。イライラしてきました。キャップ、キャップか。そうだったのか。次がシンジ、サーヤン、神吉さん。イエローカード、レッドカードだわ。外丸さん、頑張れ。新次さんや神吉さん、息をしている心を先発する名とさやの活躍がとても嬉しいし、自作やイベントなど楽しんでいます。これからもたくさん応援しています。ぜひ夢や目標を叶えてください。そうだね、そうだそうだ、もうめっちゃ来てくれるもんね、ライブとかも全部。ありがとう、これからもよろしく応援してね、叶えちゃおうね、これ中村前爆弾、次がサトケンさんです。サトケンさん、なんか来れないかもって言ってたかも。ライブとか現地にはなかなか行けないけど福岡から応援しとるけん。おお、福岡同じだ。ショールームではいつも楽しい時間ありがとう。こちらこそ、こちらこそだよ、ソテンさん、ありがとね同じ福岡、福岡でライブしたいな。次がひろとさんです。息をする心、発売おめでとう。ひろとさん、今回のシングルを通してイベントや歌番組でワンちゃんの大好きな思いを届けられるのが、サイアンが可愛すぎて辛くなる時があるんですけどどうしたらいいでしょうか。でも設定辛いっていうよりかは胸がいっぱいってことじゃない胸がいっぱいなんだよ。ありがとう。次がヒヨンさんです。ヒヨンさん、あ、メッセージないわ。確かに。なのでそうだな、サイヤン、サイヤンを見てると本当に息ができて本当に心が楽になるんだ。ありがとう。ひよんさん、次がスノーフレークス、さやさん、さやだったの？伝わってなかったら今日もうまいぐらい伝えていこうと思います。伝わってたら今まで通りできます。これからもさやさん。愛媛から、愛媛しか。ハロー。またあったねーってどの立場やねん、わら。お顔も声も可愛く大好きです。ぜひラジオとか声の仕事してちょう。すごい、なんかめっちゃポップだねめっちゃポップ、ありがとう。そうだね、なんかできたらいいよねたまらーい。次がこぶやきさんです。また横浜でライブ、あ、私だ。え、横浜でライブ全部ね、最後にしたのいつだ。神奈川のツアー、私発見。こぶやきさん、初サインゲット、やったすごい。でもなんかすごい喜んでくれてるんだろうなっていうのは伝わってきた。初サインなんだ、こぶやきさん、ありがとう大切にしてね。次がみじんこ先輩、みじんこ先輩、
ミジンコ先輩がお勤めご苦労様です。お勤め顔も性格も声も腹の音もみんな大好きです。すごい全部全部だ。ありがとう。珍しいね。腹の音もありがとうございます。次がおじらがわさん。おじらがわさん。続きまして、ことえもんさん。あ、ありがとう。最後の動物王国を見て気になりました。素敵です。嬉しい。すごい、最後のすごいんだよ。ありがとうね。高尾さやかもよろしくね。最後の次がよしきさんです。よしきさんがメッセージ、あ、ないわ。メッセージないからな。サンヤンを見せたら元気が出て、もうエナジーみたいな存在ありがとう。次がアキラさんです。アキラさん、アキラさん MV 見ました。黒い衣装のサーヤンとても可愛いですね。何度も見ています。サイン会は仕事で見れませんが、あら、届くの楽しみにしています。いやー、ありがとう。そっか、仕事中なんだ。頑張って、楽しみにしてるね、私も次がヒデさんです。めでましょうねかな、これ。サーヤンが好きだ。すごい癖強い。ずっと応援してます。ありがとう。すごいあ、ヒデさんおもろいんだけど。次がスーパーカップさんです。スーパーカップさん、最近マスメディアでたくさんセア見る機会が増えて嬉しい。あ、いろんなやつね。忙しいのに豆に SNS を更新してくれてありがとう。いつも元気もらってるよ。せーの笑顔は日本の宝。これからもその笑顔で組み合わせてくださいね。すごい、めっちゃ言ってくれるありがとう、嬉しい。そんな聞いてくれて次が大好きさん。大好きさん、あ、ありがとう。まだね、直接難しいけど、ありがとう。大好きさん、あ、メッセージないわ。いや、空の色は赤と青と。さあやん、ありがとう。次がともひろさん。ともひろさんが、ともひろさんが、2期生のみならず STU の顔としてサイヤンの活躍を期待してます。目指せ最強アイドル。そうですね、最強アイドル目指します。ありがとう、ノリオです。ありがとうございます。なんでマジで言わないの。マジでいいです。あ、見てみます。ありがとう、よいしょ。ありがとうございます。次がエイシーさん。続きまして、キャンパーさん。キャンパー、
ソウル部を見てファンになりました。おー嬉しい。関東でもライブ楽しみにしています。そうだね、関東ね時々ねあるからライブ行き、ありがとうございます。待っててね。次が高則さんです。メッセージなしだ。高則さんなんか名刺渡し会でちょっとありましたよね、イベルト。でもサーヤンが一押しや、ありがとうございます。次が2枚ソウルメイトさん。ソウルメイトさん、2枚嬉しい。昔からお兄さん。え、ブリオです。ちょっと待って、ブリオってもう一人。なんかお話し会あれよね。え、ちょっと待って。待ってるね。いなかった？え、ブリオ？あなたがブリオ？息をする心のエリーズ、おめでとう。すごくいい曲だね。なあ、誰でも同様にたくさんの人に聞いてもらいたくなりますように。確かに。ピティティはいない。超えてゆけ。超えていこう。ありがとう。ありがとうね。よろしくね。次がメガバイトさん。メガバイトさん。あ、なんか言ってきてくれてるけど。NG になってます。ありがとう。この前もリリーベ来てくれてありがとうございます。嬉しかったです、うん、NG になってるよ。お話し会で言うわ。じゃあありがとう。次はみさきちゃん。ありがとう。目読したで。ありがとう。みさきちゃんが、今日も可愛いね。あ、嬉しい。いつもありがとう。さやのことが大好きだよ。嬉しい。ありがとう。本当に。とにかく大好き。嬉しい。もうずっと一途たく。ありがとう。嬉しい。次が、まさとしさん。まさとしさん。ありがとう。嬉しい。京都でバスの運転手をしています。うん、さやの頑張ってる姿を見て自分も頑張ります。これからもよろしくお願いしますね。さやのパフォーマンスが大好きです。嬉しい。ありがとう。そうなんだ。頑張ってね。運転すごいね。運転できるのバス嬉しいな。パフォーマンス褒めてくれて。次が草間龍さん。草間龍さん、ありがとう。水族館、あきこちゃん、ありがとう。サヤン、いつ何時でも可愛いオーラが出ていてとっても素敵です。周りを見る洞察力、記憶力が素晴らしいです。いや、ありがとう。すごい、やっぱ見てるところがいいですね。サマギさん、ありがとう。次は、えんちゃん。ヨミちゃん、今回のジャケットもめっちゃ綺麗だね。幕張メッセも楽しみにしてるよ。サヤン大好き。嬉しい。ありがとう、エンちゃん。この前の名刺を渡し会もありがとう。次が、みつるんさん。誕生日の人いっぱいいる。みつるんさん。大好きやけんってさ。サインありがとう。サヤンが多くの方に見つかる機会が本当に増えて嬉しいです。これからもずっとずっと応援させていただきますです。自分のペースで。確かに。あと本も買いました。ありがとう。次がモテキさんです。モテキさん、ありがとう。新曲発売、
おめでとうございます。去年の7月に中野のホールで初めて STE を見てからライブや話し会や瀬戸内観光などとても楽しい日々を過ごしています。ありがとうございます。さやのことが好きだ好きだ、ありがとうモテキさん。ねえ本当にそうだよね、たくさんありがとう、嬉しい。みんなとこ来てくれて今年もいっぱい会おうね。さやの可愛さに一恋でした、嬉しい。明日も、あ、明日もよ、待ってる待ってる。次が原さんです。原さん、はい、4球メールのゆるい感じ、高齢しないでもなくとても素敵です。いつも高い高い、サイアン可愛すぎ、キュッシングルアザージャケット買うしかないやん、綺麗だし可愛いし最高やんやん、ありがとう、嬉しい。すごいなんか語呂がいいねやっぱり。次がマイセンさんです。マイセンさん遅い。選抜フロントメンバーおめでとう、僕の夢を一つ一つ叶えてくれるサイヤに感謝、あなたのあが追いかける夢をこれからも応援してます。お、ありがとう、優しい言葉、そうだね、叶えていこうね、ありがとう。次がコバードンさん、いいよいいベストねみたいな感じだったのに、コバードン私が怒ったから、怒り始めてから遅くなった。さんがメッセージなしだ。コバドンさんは本当にサーヤの姿を見てると癒されるよね、これからも癒しをよろしくね、ありがとうございます。めっちゃわかる、わかる、ね、めっちゃわかる。次が高尾ゴンヤン、高尾わかる、ゴンヤンさん、今日のマイケル、今日のマイケル、女神様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 、女神、ありがとうございます。本当に、え、その名前のパイナップルは何、気になる、ありがとう。次がヒデさんです。ヒデさん、ありがとう、私もこういうカタカナ、番号、ポケベル、ポケベル番号。ヒデさんがヒースシングル発売おめでとう、サイアンの笑顔にいつも元気もらってます、ありがとう、ますますの活躍とたくさんの笑顔、こんなことを祈ってます、ありがとう。そうだね、今年はさらにたくさん叶えていく準備をしていこう、ありがとう、ありがとう、今日もそんな感じだ。次がカタカナ、ケンケンさん、ミグミス24日にケンケンさん、あ、ありがとう。ベレー帽をかぶってるサイアンとても可愛くてビッグラブです、すごいビッグラブ。あと立ち位置がフォーメーションによってセンターのとこも良かったです。お、2番かな、ありがとう、しっかり見てるケンケンさん、ありがとう、ね、いっぱい見てほしいな。てかコージーさんです、コージーさん、サイヤの笑顔が大好きです、うん、たまにツボにはまって笑いが止まらなくなるとかも可愛くて好きです、もうそれしかないやん、そうそう、ね、ツボに入っちゃったらもう止まんなくて。やったー、いっぱい笑おう。が F 渋谷さん、 F 渋谷さん、この前渋谷で会った、渋ツタ、サイヤン大好き、おーすごい嬉しい、すごいシンプルだけど大好き、ありがとう、渋谷さんありがとう。面白かった。次が、ブーちゃん、ブーちゃん
か。サヤエル様、本日はアガージャケット選会の開催おめでとうございます。すごい司会者みたい。不事情により引き続き隠れ寄せしかないですが、大天使様のますますの飛躍を祈ります。そうだね、すごい。なんかさ、なんか前洞窟と地下からお話し会してた。次がマー君です。マー君、カーヤン大好きマー君だよ。キーマイニアリアル会に参加するのよろしくお願いします。あ、そうなんだ。じゃあリアル会でお待ちしてます。マー君ありがとう、待ってるよ。次がテリーさん、鑑定購入しました。とても甘くて美味しかったです。美味しいよね。あ、いたいた、ありがとう。応援してます。頑張ります。ありがとう。キリーさん、この曲のポジション本当にいい。 MV もテリーもいっぱいサイヤンを見るのはマジで嬉しい。特にダンスでサイヤンのセンターの部分気になる。 MV でサイヤンの演技も上手くて最高のシングルだ。すごい、全部褒めてくれた、ありがとう。嬉しい。確かにテリーなんでもね喜んでくれる、ありがとう。この前も会えたし。次がティートモさん、ティートモさん、はじめまして。はじめまして。オンラインサイン会があると知って初応募です。おお、サイヤのサイン楽しみにしてます。そうなんだ、じゃあこれ初だ、初サイン、ありがとう。届きますように、楽しみにしててね。松ぼっくりさん、あ、ありがとうございます。コメントもサンキュー。今離れなかった、嬉しい。冷静沈着な対応。こちらこそだよ。あ、ティートモさんいたわ、めっちゃ嬉しい、対戦します。ありがとう、ティートモさん、よかった、知ってくれてあるって、嬉しくね。これから次がしげさんです。あ、しげさん、さっきねコメントしてたココアさんの話、漢字一文字、これからもしてよ。店長イベントでね初めて作れた話も嬉しかったです。これからよろしくお願いします。今年の生誕祭はメンバーからエナジードリンクへからの素敵な思い出がある。本当にそれな。本当にそれな。ちょっとね、エナジー以外の話、いや、ありがとうございます。私こそ。次がゆうたくん、なんか晴れてほしいね。ゆうたくん、いつも陰ながら応援してます、立派になったね。泣き、この間のウィンクはあの距離でダイレクトに食らったからすごい破壊力でした。これからも共にサーナーの高みを目指しましょう。嬉しいね。あのゆうたくんが挙動ってましたもん。いや、これからもね見てたら何かあるかも。次はマジレスタリオケンさん、制限もなくなってきてるし最近本当にいい方向に行ってるよね。これでも会見になり、ゲームの権利が楽しみで仕方ないよ。要件さん、ね、声いっぱい出してね。あ、偶然休み？はい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 。さや、こんばんは。ふっふっふ。チキはなぜか買いだなかったけど、こっちは買いだぜ。ありがとう。早く。あ、そういうことか。さや、ありがとう。よかったよかった。ありがとう、マジでした。いやー、来てね、ちゃんとね。STU のイベントにも。次が、ヒロくん。素敵な曲で MV も素晴らしい。これからも応援していきます。ありがとう。QR ビデオも。毎日、お疲れ様です。いつかのショールームから気になります。出しました。いつかの。今年は注目していきますね。嬉しい。ぜひぜひ、注目。注目さんやん。ありがとう。ボタイモンさんもね、割と前に読んだんですよ。ありがとう。好きだ？ちょっと、割と前に読みました。もうボブさん、次ボブさん、ボブさん、まだライブ行けたことないしショールームもたまにしか見えてないけど応援してるよ。さやのこと押してよかろうもん。すごい、博多弁。博多弁だ。
でもでもありがとうございます。嬉しいですよ。あ、いたいた。初サイン対戦する今日は明けるくらいの可愛い。ありがとう。嬉しくないやん。これからも嬉しく。初サインだよ。嬉しい。次がやすしくんです。やすしくん、アザージャケット会初参加です。おお、初参加だ。さやのサインが私にとても楽しみ。毎日元気もらってるから、これからもずっと全力で応援してけんね。出会いに感謝ね。本当だよ。出会いに感謝、ありがとう。めっちゃ思うそれ。ちょっと一貫スイール喉がカラカラになってきて、いつも応援してます。前から歌番組で見る機会も嬉しいです。会社仕事に行っててリアタイムが見えるんだ。それが必要なのを、お仕事中から待っていた。次がケンタンさんです。またね、9枚目ね、出れたら嬉しいケンタンさん。続きまして、サカヒさん。おせしかないやん、サイアン大好き、いつもありがとう、嬉しい。ストレートだね。そうだよ、今年もおせしかないやん、ケンタン。ごろよかった、ありがとう。次がタツさん。タツさんです。タツさん、サイアン自分のこと褒めるの苦手だから、可愛いにいっぱい褒める、いっぱい愛を伝えるから、サイにはいつも幸せいっぱい待ってるから、僕もサイの愛で頑張る、絶対夢みんなで一緒に叶えようね、何があってもカワとサイが一生大好きです、ありがとう。この前最善だったね、ありがとう。いつもいつもリアルで。あ、カズさんです。ありがとうね、カズ、カズさん、さんになっちゃうけど。活躍を眩しく見ています。眩しく見てるの。もっともっといろんな人にしてもらいたいな、陰ながら応援してますって。いや嬉しい。そうだね、お仕事が忙しくなっちゃったんだよね。待ってるよイベントも。うん、チャートリー初コールね。明日ね。次がサイトン、サイトン、じゅんさん、ありがとうね。続きまして、みーさん。サイアン好きです。6月に大阪に会いに行きます。そっか、6月大阪あるんだ。そうだそうだ、待ってる待ってる。嬉しい、予定があるのいいね。次がみーん、しえんさん、ありがとう。みーん、私は香港出身です。お、香港出身の方。STU が香港にコンサートを開催することを願ってます。いいね。行きたい。開催したい。ありそうだよね。待っててね。次が2学期は学級委員さん。あれじゃない、出張公演ぶりだね。学級委員、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 学級委員さん、すごい。あ、昨日早くそ早めったんやろ配信。よかった、回復した。毎日かわいい配信ありがとう、一時期の人生だから叶えたい夢に向かって好きなように進んでいってね、これからも変わらず応援するね、さらなる活躍楽しみにしてるって。ありがとう、変わらず応援してくれることに嬉しいです、ありがとう。次がジャッキーさん2枚、ジャッキーさん2枚。ひさひでさん、ジャッキーさん、2枚もありがとう。ひさひでさん、めっちゃ忘れました。9枚目、ありがとう、ね、今帰ってくれて、あ、リリーベ来ないかと思っちゃったけど、6周年、楽しみにしとる
よかった、来てくれて。なのでそう、お話し会でね、言えるように頑張るわ。はい、次が、あ、笹団子だ。笹団子、笹団子が朝ジャケットサイン会に申し込んでくれてる。サーヤのお腹の音の大ファンだろう。そうなんですか。いつも新潟から応援しているろう。ありがとう、サインありがとう。いつかサイコロゆるキャラ王国をやってくれる、楽しみにしてるろ。ありがとう。サダンゴン、アバターがすごい。アバターが全然サダンゴンじゃない。え、ありがとうございます。ゆるキャラ王国だね、いつかは。ありがとう。すごい。次がスターフラッシュさん。ありがとう。スターフラッシュ。綱太郎さん。はこれなんだ？後でメッセージ。後でメッセージ。おもろいんだけど。これをメッセージになってる。いつも元気よくてありがとうって。え。私がね、いつももらってるから。メッセージ後で書く。頑張れるよ。ありがとう。名称確かにと言えば楽しかったよ。サンキューで。ねえ、本当だよ。夜勤とかもこの後って言ってるし。ありがとう。よかった、会えて。次が、なおさん。いや、これネタですよってスタッフ。なおさん、せやっこー。いつも会うたびにコーナーの話ばかりでごめん。いやいやいや、でもコーナーだけじゃなくサイも好きなところたくさんいます。ご高級な可愛さなのに超絶面白いところ、でも努力家で芯が強いところ、ペガサスなところ、そしてあ、コーナー大丈夫コーナー大丈夫って、ありがとうございます。本当にペガーヤンは可愛いな、頂点だな。本当にすごいね、もう本当に天才だよ、ありがとう。ペガーヤンはすごい。次がまさみくん。まさみくん、はじめまして。はじめまして。テレビでこの曲を歌ってる姿を見て、この可愛い子は誰だと検索して、さやかちゃんのことを知りました。応援してますので頑張ってくださいね。嬉しい。そうなんだ、すごい出会いだ。嬉しい、ありがとう。検索してくれて、見つけてくれて、まさみくん、うん、ありがとう。次は、今日は A ランチさん。退場。もうこれだから肩出しの服着れなくなるよね。今日は A ランチさん、初アザージャケットこっそりではなく応援してるよって。お、安心安心。明日のチャートリサヤ見に行くねって。お、待ってる待ってるね。名刺を確かというリーベットめっちゃ来てくれて、もう今週来週今週すごい、ありがとう。次がギレイヤーさん。ギレイヤーさん、6周年コンサート東京から参戦予定です。 STU と高尾さんにとってさらなる飛躍の年になるように応援しています。頑張ってね。おー、嬉しい。東京から広島へ、ありがとう。大変なのに全力で頑張ります。次がフィリップさん。ありがとう。フィリップさん、山ちゃん、山ちゃん、フィリップさんが、さあやん、息をするからは神曲ですね。神曲だよね。ずっと好きなのに変わらないので嬉しい。じゃあ変わらないで見てね、ありがとう。レイヤーさん、頑張ってね。ありがとうございます。
次が山なびさん。山なびさん。ナビサインありがとうございます。うん。こちらこそです。すごい感謝の気持ちが絶えないですね。山なびさん、ありがとう。これからもよろしくね。それしかないやん。ありがとう。がビーツさんです。ビーツさん。続きまして、ピロミニさん。大好きです。応援してます。嬉しい。超素直だ。ヤサノのイベントも、あ、いろいろ楽しかった。本当に最高の日でしたよ。ありがとう。今日も可愛いです。山並さん、ありがとう。次がアーロンさん。すごい、スッスって感じなの。アーロンさん。ありがとう。めっちゃダンス見てくれて。息をする心本当に素敵、元気の曲です。とりあえず会いに行けないのが悔しい。あら、アザージャケット、でもアザージャケットサイン会で会います、超嬉しいって。うん、ありがとうアーロンさん、会えたアザージャケットサイン会で会えた、ありがとうね、嬉しくね。それしかない。いや、次がカズキさん、ありがとう。セクシーセクシーってそんな路線じゃないんですけどね。カズキさん、ありがとうございます。いろいろなイベントで会えるの楽しみにしてるね。ね、いや今年はね、なんかね、たくさん会えそうな気がするんだよね。待ってるね。あ、いた、広島の指で直接近くでお話できて好きかもしたよ、ね、嬉しいやった、よかった。みっちゃん、あ、りゅうさんさっき呼んだよ、ありがとう、さっき呼んだ。次がゆうやさん、ありがとう。ふみかちゃん、ゆうやさんがいつも公園で輝くサーヤンや配信のよく笑うサーヤンに元気もらってます。これからもいろんなサーヤンをお休みの楽しみですって。うーん、嬉しい、ありがとう、ゆうやさん。これからもいろんなサイヤ見てください。次がつよつよさん。じゃあ30枚ぐらい。つよつよ。30枚ぐらいだとタイプ B です。いつも可愛いサイヤ配信オンデマンドでこれ見て元気をもらっています。これからも応援していくので頑張ってください。おお、いっぱい見てくれてる。これから見てね、進化する。次がトヨヨさん、続きまして2枚、トヨヨさんが、マイちゃん、マイちゃん、当時配信見えてるか分かんないけどまた話し会に来ます。お、見えてないかな、もしかしたら話し会なってます。どんどん私のグッズが増えていってるから、すごいきっかけだよねこれ。今では一番のおしめです。次が、恋してカープさん、まいちゃん、まいちゃんありがとう。2枚じゃん、嬉しい、恋してカープさん、改めて旧車シングル発売と選抜入りおめでとう。ありがとう。息をする心、たくさんの人に届いていつまでも愛される楽曲になりますように。これからも自分らしく前を向いて頑張ってね、応援しとるけん。ありがとう、嬉しいです。これからもよろしくね、頑張ります。ありがとう、自分らしくいよ。次がモッチー、モッチーちゃん、話すのが得意じゃなくて面白いことも言えんし思いも 100% 伝えきれず、もどかしさもあるけど、さやの笑顔にいつも救われてます。笑顔でお話ししてくれてありがとう。さやと話しするときで自然と笑顔になるし、いつも癒しと幸せもらってます。全然そんなことないけど、ありがとう、もち楽しいよ、いつも話。
ありがとね、この前。お、リリーベもめっちゃ前、真ん中にいた。ありがとう。ゆそばだよな。あとの制作さんたまらん。話は変わるが。キャピ、キャピという顔文字な。キャピという顔文字。わあ、ありがとう。三。どんべえさんのどんべえはどんべえさんだったね。キャピ。このどんべえなのね。ありがとう。おもろい。すごい名前になっちゃった。確かに。あ、いたいた、キャップさん。どうも、サイアンシカです。あ、どうも。今までも新しい景色を見せ続けてありがとう。これからも新たな境地に立てるように応援してるよ、キャピ。ありがとう、嬉しい。そうだね、これからも新しいところに行こう。ありがとうございます。勉強してるの？勉強頑張って。あ、記号が入力できないの。そうだね。そういうことね。そっかそっか。次がヤン、ヤンさん。そう、ヤンさん。私が時々言われる名前やん。台湾、高尾からファンです。カオシュンだ。シブタで品質店長イベントに出会って本当に幸せです。超ハッピー。もし機会があれば台湾高尾に遊びに来てね。公演を開催しよう。もう会いに。ありがとう。すごい、すごい、すごい。初ジャケシシ大切にします。一緒宝物です。ラブサーヤン。かわいい。ありがとう。嬉しかった、会えて。すごい。もう会いにだ。イエーイ、ありがとう。めちゃぎっしゅ、めちゃぎっしゅさん、めちゃぎっしゅ。あ、メッセージないわ。すごいやん。MV も素敵すぎて100回見た。ありがとう。うん、ありがとね。そしたら次が闇夜さん。闇夜さん、こんばんはとコメントする。おもろい。おもろい。闇夜さん、最初から可愛かったサーヤンですが、最近は自信が表に出ている中、貫禄すら感じるようになりました。3期生も加入してきますし、その背中で後輩を引っ張っていく姿を楽しみにしています。ありがとうございます。最初からですかね。いや、どんどん頑張っていきますので。貫禄ってすごいね。好きがバンダナくん。好きだ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 。バンダナくん、ホルマンさん、ありがとう。ハーヤンは最初からビジュアルで注目されてたし、可愛いのはみんな知ってるけど、お話し会ではその10倍くらい可愛い姿が見られるというのは、宣伝もしたいけど内緒にもしたい。いつもありがとう。嬉しい。ありがとうございます。オンラインで待ちしてます。確かに、ありがとう。次が組虎さん。組虎さん、毎日の癒しになっているサーヤン。オンラインもリアルもなかなか頻繁にイベントに参加できてなくて、すごく申し訳ない気持ちもあるけど、でも瀬戸内から遠い遠くの地から応援してるよ。気持ちはいつもサヤンと共に。サヤン大好き。おー、嬉しい。サヤンいる。今日もビリーキュート。お腹の音 ASMR の CG が来てしまう。じゃあクミトラさんが作ってみてください。ありがとう。次がキョロさん。独特希望です。キョロ。独特多い。キョロさん、はじめまして。最近とにかく瀬戸キタクで仕方なくて。土曜日のチャーミングトリップ公演行くにしました。おお、嬉しい。メガチャーミング、誕生日が12月4日違い、あ、124日。124日違いなので、さやかちゃんね、イメージから感じちゃっ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 ち。やばい、すごい、すごいね。
今すごいこと頼んだなって思った。ありがとうございます。呼ばれた気がしました。呼びました。ありがとう。すごいアバター馬だしすごいんだろうな。ありがとうございます。次がテルさんです。テルさん、テルさん、息をする心の MV にたくさんサーヤが映っていて本当に嬉しかったよ。私もサーヤン推しの1にするね。おお、さすがです。さすが、私もサーヤンしかでね、最近めっちゃ会えてる気がする。ありがとう。呼んだ、呼びました。呼んだスタイルなんだ次がイクゴ、イクゴピョンさんです。サヤンへ1年ぶりのアザーサインだ。この1年間めっちゃ頑張ったね。えらい。たまに元気なそうな、なんか悩んでそうな顔見て心配してたが、会うたびにはいつも素敵な笑顔でいて本当に尊敬する。実はあの日からずっと大好きだぜ、ピョンピョンより。ありがとう。あ、そう、私です、私です。そう、リリーベも見つけました。あれ、あの日から、あの日あの日のやつだ。次がつぶ、つぶちゃん、いつもかわいいつぶちゃん、ありがとう。まだ高校生だからたくさん見つけないけど、バイト頑張ってたくさん会いに行くし、お話し会もいっぱい買うから、大会の一番の推しで行ってね。場所は違うけど、いつもいつか私もサーヤみたいな素敵なアイドルになるね。おお、大好きって、え、アイドル、ありがとう、つぶちゃん頑張って、嬉しい、いつも本当に次がゆめ、ゆめちゃん、え、東北なの、まいちゃん大好きだ、ありがとう、ゆめちゃん、東北なの、東北どこなんだろう、東京だろう、ありがとう。さやん、改めて息をする心発音おめでとう。毎日たくさん聞いてます。元気もらってる。ベレー帽さやん可愛すぎる、嬉しい。2人のことを好きましたし、一言で言うと大好きすぎて愛おしいです。これかわいいじゃん、めっちゃ嬉しい。ありがとう、ゆめちゃん、ラブラブ、ありがとう、嬉しい。一言で次が松かけさん、松かけさん、謎謎クエスチョン、ご飯と対決するという昨年放送されたミュージックプラットからサヤのファンになりました。キュンのカバー、花でものの披露、素敵でした。いつかステイライブにも行ってみたいです。たくさん応援してますって。そうなんだ、ミュージックプラットから、ありがとうございます、見つけてくれて。来てほしい、ぜひぜひ、応援ありがとうございます。うん、ありがとう、ゆめちゃん、アバター嬉しい。次が瀬戸内のお石様さん、合ってる。31日が生まれ子やばった。今年はこの曲でコワークに出場できるよう、さすがながら応援しているので頑張ってくださいって。ありがとう。そうだね、今年こそ出ますように。もう頑張っていこう。ありがとう。次が立花隼人さん、立花隼人さんがタイプ P だけでいいかなと思ったけど、今朝のプラメで追加しましたいやー沼ですな、楽しいいやー沼やん、めっちゃ沼やん。確かに今朝のハヤトさんね、沼にねハマってるよね沼沼だ、ありがとう。あ、ひとちのお日様、ありがとう。あね、これよいしょ。次がなおさん、なおさん、なおさんがこれからもずっと一番の推しだからね、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、一番の推しって、やった、めっちゃ嬉しいよ。あ、仕事中かな、まだ、ありがとね。
次が橘隼人さん、あれあれ、あ、もう B になった、D になってるのか、あ、D になったよ、 D になった、橘隼人さん、すごい、早くない、すごくない、え、これいちごちゃん合ってる、これ合ってるよ、すごいことになったよ、感情はちょっと違うけど、いちごちゃんもあるかな、ありがとう、フントメンバーの夢と夢を目標に、目標を現実に変えていきますように、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、あ、タイプ A 自分だったら完売しちゃった、あ、そうなの、ありがとう、嬉しい、ありがとう、やった、次がトールさん、お、トールさん A もよね、ありがとね、でもメッセージないわ、いやーサイヤン可愛すぎて、もう A もタイプ A もタイプ B も買っちゃったよ、本当に素晴らしい、ありがとう、次がみーくん、あ、すごい、みーくんも最近の可愛らしさにいつも癒されています、そのビジュアルで変顔して面白いのは反則です、あんま変顔してるつもりないんだけど、ね、やった、私のイラストも大好き、これからも応援していきます、あ、また代理の方してないです、関さん、トールさんはまだお仕事中、あら、お仕事中なんだ、頑張ってすごい、6周年コンサート楽しみにしています、頑張る頑張る、うん、見つけてもらえるね、頑張るね、あれ頑張って、マイじゃなく母だよ、違うの、次がかっちゃん、そうなの、マイなの、かっちゃん、マイの方で、だから読み方がちょっと分かんなかった、そう、でもヤンヤンの配信好きやで、楽しく癒せてます、あ、あ、嬉しい、嬉しい、隠れてるのかっちゃん、ありがとう、あ、かっちゃん、かっちゃんか、あーって、ありがとうございます、次が、あきもさん、ありがとう、あきもさんの、このレーベルの写真おしのっぽくて好きだ好きだ、忘れてないぜ、え、写真？ジャケシャのことかな？ありがとう。大人っぽいでしょ。ありがとうね。次がヨウクマさん。ヨウクマさんがメッセージないわ。そうだな。いやなんか本当にサーヤンをこれからも推していくしかないよねって気持ちになったよね。ありがとう。大人やん。次が、ももまるくん。ももまるくん。コペンさん。いつも可愛いです。サインありがとうございます。嬉しい。コペン、ありがとう。いつも楽しみにしててね。私も楽しみにしてる。ありがとう。今日も可愛い、嬉しい、ありがとう。6周年婚でサヤン楽しみでなって、あ、そっか、カメコなんだ、撮ってね、次がタイタンアスカネットさん、タイタンアスカネットさん、そう、もうね、B、タイプ B タイプゾーン入ってるからね、ノーサヤンノーライフノーサイヤンノーライフ、サイヤン毎日最初ありがとう、サイヤンを見つけなければ僕はステにハマってなかったと思います、リンクおらんかったらどうなるみたいな、違う違うけど、でもリンクの分まで活躍してほしいです、ありがとう、サイヤン許可ありがとうね、忘れかけをしてからまた帰ってきて嬉しくねって、うん、また待ってるよ、ありがとう、そうだ、頑張るね、次がヒデさんです、サンリオ好きなの、ヒデさん、あのひらがなのヒデさん、
キュースの選抜おめでたん、目標にずれつろ、近づいてきたね、シングル前上に上がっていく姿を応援してため嬉しい限り、 PR 舞台もいい経験になってよかったね、これからも応援してね、あ、根こそぎ移動はしてないから安心して、さあちゃん大好きって、ヒデのヒデさんやん、ね、しかしか鏡に向かって頑張ってね、あれそうだね、嬉しい本当に、でもある意味本当に一途にありがとう、よかったでもある意味一途で、いや本当にありがとうございます、猫すぎずらせないでね頑張る、次がバルタン太郎さん、お、さっきぶりだ、バルタン太郎さん、なかなか会えないですけど今年は3回くらい公園に行きたいです、3回よろしくお願いします、 OK じゃあ数えとくね超えることはいいけど、超えていけ、3回公園を超えていけ、次が修造さん、修造さん2回目、黒も似合ってたけど白も見てみたい気がする、かわいいやさあやんね、でも多分白着れる機会ないんだよ、黒なのし、グハリはサヤンが眠くなりそうな時間に咲くし眠くなりそうな時間、え、お弁当食べた後とかかな待ってます、次がパフィンさん、パフィンさん、いやちょっとおもろ、おもろいことが起きたっけ、おもろいお話し会で話すわ、キュースおめでとう、フロントすごい、ニャンニャンのクールとキュートが上質に両立しているところめっちゃ大好きです、ファンを大事にしつつ活躍する姿やその姿勢にはいつもありがとねと思うと同時に尊敬しちゃいます、これからも応援してる、ではありがとうございます、あ、ジグズしてるいやいやありがとうね、最近サーヤン推しがさ白熱してない、ありがとうね、ありがとう、また待ってます、ありがとう、いっぱい会えてるし、次がシンガンさん、シンガンシンガンさん17日、今日誕生日なんです、あ、そうなんだ、え、おめでとう、今日17よね、オンライン直接会える話し会も買って初めて話せるの楽しみです、あ、そうなんだ、じゃあ初めてだ、やったやった待ってるよ、ありがとう、嬉しい、シンガン、次がヨッシーゾンビさん2回目だ、続きましてあずゆいさん、ヨッシーゾンビ、ヨッシーゾンビ、春からも公園通いますよ、本当に待ってるね、もっと前の方から ね、 ね見えたらいいね、でも後ろでも存在感強いけど、ありがとうね、お誕生日おめでとうだ、あ、いたいた、シンガンさんありがとう、めっちゃ楽しみにしてしときますって、おめでとう、サヤン推しの1年にしようね、お誕生日ありがとう、来てくれて、次がフジポンさん2枚ありがとう、あずゆい、フジポンさん、もう合計4枚じゃない、フジポンさん、猫ちゃん描いとこう、サーヤンへいつもありがとう、体調的には十分注意してね、サーヤンしかありがとう、サーヤンしかデレデレ嬉しい、デレデレだ、じゃあこれからも1年もデレデレ富士ポンでありがとう、次がカラパン、
カラパン2回目カラパン。ありがとう。お仕事ってことかな。お疲れ様。お昼ありがとう。はじめ可愛すぎるから好きになったんですけど、好きになると可愛すぎるかにも好きなところがたくさん見つかってしまって、どんどん好きになってしまっています。どうしたらいいでしょうか。え、いいことじゃん。いいことだよ、めっちゃ。え、嬉しい、ありがとう。メールも楽しみにしててね。ありがとう。次がパヤマッチ。パヤマッチさん、ありがとう。え、金庫に保管します。本当に。この曲かわいいね。北海道だから海鮮丼これよ。いいな。北海道ってまだ雪持ってる。サーヤンも STE も大好きです。毎日あふれんばかりのサーヤン愛に支えられて、何事も元気に頑張ってます。これからも応援してます。おすしかないやん。嬉しい。毎日あふれてない。サーヤン、一夜作ったから今度披露するね。おー、そうなんだ。そうなんだ、そうなんだ。待ってるね、楽しみだ。やっと、ね、楽しみ。めっちゃ次がのびさん。ありがとう。のびさん、目読したよ。続きまして、かんずさん、シングル発売おめでとうございます。着々とセンターに近づいてますね。いつの日かサーヤンが素敵な景色が見えることを祈ってます。ありがとうございます。そう、もうサーヤン進化頑張ります。ありがとう、ナビさん。次がブッチさんです。ありがとう、ブッチさん。春を感じるわ。ありがとう。毎日のショールームが癒しの時間です。無理でサイヤなし続けてくださいって。そうなんだ、ありがとう。そうだね、毎日してるから。でもそう思ってくるのめっちゃ嬉しいよね。ありがとう。うん、ありがとうございます。あ、のびさん、私です、私です。ありがとうございます。次が半蔵さん。でもメッセージないわ。ありがとうございます。半蔵さん、続きまして最近見れてない。いやいや、これからだよサーヤン。私はこれからだよ。ありがた。次がなりちゃん。お、なりちゃん2回目やね。ありがとうございます。続きまして、きなべこさん、よろしくお願いしますって言ってるけど、これはもうだんだんとサーヤン、サーヤン推しなんじゃないか。サーヤン推ししかないやんなんじゃないか。ありがとう。次がシマさん、ここ2回目の方がたくさん。いつも可愛い笑顔をありがとう。いつもサーヤンには元気をもらっています。マシも病気が治ったら生サーヤンに会いに行きますねって。本当に治ってほしい、祈ってるよ。頑張って、ありがとう。次がコナタン、コナタンさん。コナタンさん、ありがとう。コロさん、あ、シロさんいた。ありがとうって、ありがとう。読んだよ、心の中で。サーヤンへ、毎日お疲れ様。2023年はグループとしても個人としても勝負の年。グループとしては去年叶えられなかった夢を叶えるために、個人としては目指すべきあの場所に立つために一緒に頑張っていこうね。これからもずっとずっと大好き。あと今日誕生日、おめでとう。こんにちは、おめでとう。ハッピーバースデー。素敵な一年になりますように。アンドサーヤン推しの一年。5周年コンサートで会いましょう。会いましょう。全力で頑張ります。ありがとう、嬉しい言葉いっぱい。次がショウイチさん。サーヤン、今日も可愛いよ。ありがとう、見てるだけで癒される。これからもずっと応援してるよ。嬉しい、見てるだけで。ありがとう、これからもよろしくね。
確かに。4月1日、お、待ってるよ、4月1日。次が、木彫りのさきさん。木彫りのさきさん。応援させていただいております。どんじょび。お塩さん、ありがとう。お久しぶりです。覚えてますか？え、あの時助けてもらった鮭です。着物になりそうだった僕に潤いをくれた君と巡り合って、普通に息を吸って普通に吐けるようになりました。あ、エラ呼吸じゃなくて肺呼吸です。今では脂身もたっぷりピシピシになりました。なんかわかんないけど、あの、なんかすごいイメージできた。なんでかわかんない。ホヤンターさんの気持ちは本気でね。わかるわかる。ありがとう。こんな存在なんだよね。次が息をするマジスカさん。え、なんかちょっと息をする心になってる。こんな感じになってる。いや、今日もありえん可愛いってやばい。キャー、ありがとうって言ってます。息をするマジスカさん。さあ、いや、もう桜見た？桜ね、見てないよまだ私。でも普通の桜も好きだし、いろんな色のも好きだけど、しだれ桜がめっちゃ好きなんよ。早く見たい。ありがとう、ありがとうね。どこも綺麗よね。でも次がコカジヤさん。コカジヤ、コカジヤ、まだサインを知って4ヶ月くらいですが、おお、いっぱい進化の速さにびっくりしています。おお、生誕されてたように叶える1年にしようね。いや、絶対叶えられる。でもエナドリは1回目にね。すごい、全部言われてる。ありがとう。お仕事始まる前に回ってきた。あ、そうだったんだ。え、これからか。頑張って、ありがとう、頑張って。そうだね、そんな年にしようね。次がスーパーカブさん。お、2回目スーパーカブさん。続きまして、メッセージないか。じゃあ、これから春になっていくけど、花見の季節で最高。あ、そういうことか。コメントは A しか書いてなかった。確かにそう思っちゃうかも。ありがとう、スーパーカブさん、いつも。BST グラフとても A 表情です。やったで。ありがとう。次がおちゃぴー。見れるからめっちゃええやん、正しい、めっちゃ関西弁やん。お茶、そやそや、イオンで買った道具プリン、おちゃぴーさん、ほなほな、ありがとう、どうでもよかった。最後、君がの前のブレスがええ。あ、メッセージないわ。めっちゃ気になるやん。豊中のイオンさん、ありがとう。関西弁でめっちゃ見られる。押すしかない、押すしかないやん。さあやんって毎日言ってるよ。これからも言うね。ありがとう。続きまして、よっしーのみさん。次が、エイシさんです。エイシさんが、探偵のサーヤが素敵です。おお、そう、探偵のサーヤ推しの方ね、本当にいらっしゃるんですよね。ありがとう、エイシさん。また高尾サーヤのことも好きになってください。次がジャリアンです。ありがとう。ジャリアン。会いに来てほしいし、会いにも行きたい。来週会える？ 25？ 夏張りかな？千葉じゃん。ジャリアンさん、ありがとう。これは私のめっちゃ可愛い、大好きだよ。押すしかないやん。おお、嬉しいね。すごい難しい感じだ。年をって書いてある。年をごめん、流れたかな。ごめんよ。私もこれからも押すしかないやん。ありがとう、ジャリアン。あ、ソウルメイトさん2枚。 A も B もありがとう。まいちゃん
ちゃんのたくさんの笑顔を見れますように。ファンメイカさん、リアルの話し会で楽しみましょう。ラブだよ、ありがとう。ニコニコ。ありがとう。でもメッセージない。ふっちゃんのご飯さん、せーろ、お仕事中かな。パシフィコ横浜、ビリビリあったよね。パシフィコ横浜、嬉しかったよ。二枚もありがとうね、合計4枚。ありがとうね、エビありがとう、ふっちゃん。お仕事かもしれん、頑張って。本日の幕張だけど、また横浜にも行くよ。次が、モン太郎さん。続きまして、トトエモンさん。モン太郎さん、早ごろでのテンションが高い。サーヤンもショールームでの落ち着いたテンション、マサヤンもどちらも魅力的で素敵です。大好きです。嬉しい。そう、どっちもパスないよ。ありがとう。ハイタイト、お茶目で眩しいです。眩しすぎる。いやいや、そんなことないです。ありがとう、嬉しい。やった。次がハラちゃん。ハラちゃん、とても良かったです。ありがとう、めっちゃ緊張したやつ、ソロが光栄です。ありがとう。サーヤン、かわいすぎ。ヒュースシングル、アザージャケット買うしかないやん。綺麗だし、かわいいし、最高やんやん。ね、嬉しい。めっちゃコロいいね。めっちゃやんやん、ありがとう。次が、太すぎたさん。出た、続き。 QR では全メンバー読み取り完了、タさん。今回の曲すごいですね。お話し会でお断りしたしましたが、やはり選抜おめでとうございます。素敵な歌詞、曲調で心に響きますね。あなたの前向きな姿勢に刺激され、ダイエット頑張りたいと思います。そうなの、これから祝っていますって。ありがとうございます。ダイエットしてるんですか。そうなんですか。ありがとう、頑張って。そんなイメージないけどね。次が、あ、ナリバーさんです。ナリバーさん、わーいわーいってコメント書いてある。かわいい、ナリバーさん、わーい。あ、コメントでもわーいって言ってる。わーい、ごめんやっぴーさん喜んでる。ありがとう。 ありがとう。こんばんサーヤン、今回も引き続きサーヤンの朝ジャケットサイン会があるということで嬉しい限りですね。本当だよね。シングルが発売されるたびに MV、 テレビ放送、リリーベーなどのお話がたくさんできて楽しいのですが、お話し金が足りなくなる日々。確かにこの前は、前回は特にね、思いましたよ。TGC のイベント行きますね。あ、24日、うん、また来てくれるよね。お待ちしてます。ありがとう。みじんこ、おつさやん、みじんこ先輩ちゃん。次がめっていやさん。めっていやさん、今日も可愛いよ、マイスティーラブ、ありがとう。サメさんの後ひと息ね。先輩、どうぞお体を大切に素敵な春をお迎えください。おお、なんかネッテイヤさんらしいね。ありがとう、ありがとう、ありがてー、ラブラブ、テイヤさん。そうだね、素敵な春が来そうだし、していこう。次がヤッシーさん。ヨシキさん、ヤッシー、サイン会初めてです。お、初めて。また公演で会いましょう。サインしか、おお、嬉しい。やったね、ヤッシーさん。また会いましょう。楽しみにしてます。ヤッシーさん、うん、みていさん、大好きなのバイトで乗せならもっとエスパーファイアにこうなんか見つかせたい。そうだね、その私のエスパーの力で。コバドーン、ありがとう、ありがとう、コバドーン。サインやってから毎日楽しいよ、初サインありがとうとか。そうなんだ、嬉しい。じゃあこれから私は毎日楽しくいるよね。よいしょ。次が
三浦っちさん2回目あ、メッセージないわ。いやー、大好き、ありがとう。目黒の浩二さん、もう、さやかっちは、はい、さやかっち、あ、今言ったことは書くつもりでした。俺の気持ち、なんでよかった嘘本当ですか。いや、さやかっちしかいない。ありがとうございます。それから寿司かないやんち、ありがとう。ちょっとコメントしてくれて、ありがとう。次が夜海さん、続きましてポーズ、トクルーさん、夜海さん、君に気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中を向けてただけ。好きだ、この部分のサイアンさん本当に可愛いです。ありがとうございます。あの部分だよね、2番の。ありがとう、やった、嬉しい。ありがとう。次が伊佐尾さん、ありがとうね。続きまして高木さん、伊佐尾さん、サヤンいつも応援しています。公演やコンサートで歌って踊っている人方がとても輝いていて大好きです。嬉しい。個人的には今年はサヤンのソロ公演写真集を期待しています。これからも体には気をつけて頑張ってください。お話し会にまた参加しますね。ありがとう、嬉しい。やったやった、そうだね、気をつけながらもまた頑張っていこうと思います。またお話し会待ってる。ありがとう。次が土井まさかずさん、土井さんだ、土井さん。マイケルの笑顔もこちらっぽい表情も、困った顔もいろんな表情があったところが魅力的です。応援していきます。困った顔しとる、かわいすぎですってメッセージ来てる。そんな、嬉しい、そう思ってくれてありがとう、土井さん。続きましてこじこじさん。まだまだ頑張ります。あ、今日も可愛いですって、いた、ありがとう、やった、はい、次が佐賀よしのりさん、佐賀か、ありがとう、ね、まとめ髪が最高、到着しました、よしのりさん、ありがとう。続きまして、ドイツ行ったことないので、一度行ってみたい、え、ぜひ来てほしい、ありがとう。え、でもどうやろう、私のおすすめは、どこだ、終わりすぎてなんですけど、やっぱ秩父ヶ浜とかはめっちゃおすすめですね。秩父ヶ浜か、発音がおかしかったって言ってほしいところ、そこのハンバーガー屋さんも美味しい。次が児玉雅宏さんです。面白い子、小玉、面白い子だな、正弘さん、メッセージない、小玉正弘さん、じゃあ、ね、本当にサーヤンの声が小玉になって聞こえてくるよ。いや、それはすごい素敵なこと、ありがとう。ありがとう、次がメタバさん、ありがとうね、みたこさん、さっきいた気がするけど、いつも癒しありがとう、さやの言葉には力があります。私の言葉に力あるか、りっちゃん、そうかな、ありがとう、中国でも頑張って、見えてるかな。次が君の一番目の青空さん、ありがとう、すごい名前、ありがとうございます。続きまして浩二さん、いつも楽しく拝見しています。青空さん、月並みですが、これからも応援しています。ありがとう。 MV の3121のところの決め顔かっこよかったよ。あ、ありがとうございます。
そうなんだ。あそこら辺は決め顔ができるから。あ、決め皿さん、いつも可愛いね、ありがとうって言うね。こちらこそありがとう、よろしくお願いします。ヒロンヌポ次が文字列車両犬。ヒロンヌ2個目。ヒロンヌポ、ヒロンヌポ、お疲れ様です。続き25日のリアル話から参加者よろしく。オンラインは変わらず仕事で参加できるか変えないからごめんね。確かにね、難しいか。ちょっとサヤの声がめっちゃ好き、今では全部好きはず、いつでも応援してるよ。ありがとう。恥ずかしいこと、ありがとうございます。イベントちゃんと参加するよ。お、じゃあ待ってます。私が特にやったね。次がつねちゃん。つねちゃん応援してるよ、せしかないやん。ありがとう。そうだね、せしかないやん。今年もさらに。ありがとう。つねちゃん。次がクラゲ。クラゲさん、クラゲさん、クラゲ好きなんか。メッセージないよ。さやはクラゲのように神秘的な存在だよ。輝いてね。ありがとう。次がドレミサラシダさん。ニュースシングルでサーヤンが夢に一歩近づいたように思っても嬉しかったです。生徒さんが待ってくれた3つの夢を1つずつ一緒に叶えられたらいいな。早川もずっとサーヤンしか。ありがとう。そうだね、そうだよ。ほんと周年コンサート見に行くよ。久しぶりにサーヤンに会えるか楽しみにしてるね。そっか、僕周年コンで夜か。待ってます。だあ、ケンタンさん、2個目。続きまして、アマナミさん。サイアンシカ一押しです。これからも応援します。お、嬉しい。サイアンシカだし、一押しだし。これからも応援してね。一押しとサイアンシカです。ありがとうございます。アマナミさん、え、もうすごい、あと、うん、すぐ、もうすぐで。続きまして、いつきちゃん。すごい。次がカタカナのサトルさん。そう、結構終盤です、もう。よろしく、サンキュー、ラブキュー。まいちゃんだけにキュンキュンだよ、言うまでもないと思うけど。サトルさん、お二人いただきます。出た、また出来上がっていないのに。まだ出来上がっていないのに。秋田のイベントに出られました。お、秋田が応援しています。いつかどっちの会に行きたいな。へえ、来てほしい。秋田、楽しかった。みかん。振られちゃったんだ。みかん生のみかん。やったー。どっちの見に来てね。ありがとう。次が。じゃあ、みかんね。ペペさん。車に行けなくてしんどすぎ、やむ。明日楽しみ。ペペさん。サンヤンも。8になってね。あ、センター、どういうこと、どういうこと。ヒント8って書いたら、もう答えが絞られすぎるんだな。 8? 8って何やろ。続きまして、たくまるさん。8ってね、ペペさん、ありがとう。 8? ツイッターのおはようの写真、いつも可愛いから毎回話しして、やばい、スマホの待ち受けにする。サトルさん、会いに行った、教室に行きたいって。ね、来てほしい、めっちゃいいところ。嬉しい、ありがとう。次が2学期学級委員さん、2個目だ。ありがとう、嬉しい。日替わり、日替わりなの、嬉しい。あ、これからもじゃあ学級、いっぱい挑戦しますね。続きまして、小西周平さん。イエス、君が、はい、君が、はい、さすがやっぱり漢字いい、黙っていいやん、にいやん。静岡県出身、にいやんこと2学期学級委員です。よろしくお願いします。
サインじゃなきゃダメなんだよ。もうサインを押すことが生活の一部になったんだ。ありがとう、すごい自己紹介もしてくれて。サンヤの声バージョンだけど、ありがとうございます。吸えてない吸えてない、めっちゃ大歓声。ありがとう、めっちゃいい感じ、いい感じいい感じ、ね、待っていいやん。次が黒パンダさん、黒パンダさん、いつもサヤに元気もらってます、ありがとう、ありがとう、私の方がもう元気もらってますよ、黒パンダさんありがとう、よろしくね、これからも。次がトウくん、トウくん、すごいみんなすごいスピードで行くじゃん。サイヤに連れたのは SK 劇場のお見送りでした。びっくりなんだけど、そうなんだ、みんな愛媛入りしてるじゃん、島で広島なんだけど、ほんと何が聞きになるかわからないもんです。サイヤにはこれからも SK を強く引っ張る存在として頑張ってほしいので、魅力ですが応援してきますのでよろしくお願いします。へえー、ぜひぜひ応援してほしい、ありがとう。そうなんだね、すごいね、きっかけが出会いがありがとう。次が犬ちゃん、犬ちゃん、サヤンは本当に優しい、その優しい何度も救われたよ、ね、でもただ優しいだけじゃなくて上を目指す闘争心も秘めているね、陰で努力しているのは日々成長している姿を見てそれが育ってきます、自分の才能に自信を持ってたくさん笑顔を届けてね、ずっと見方だよって、ありがとう。あ、プレゼントね、そう、プレゼントいつもありがとう、嬉しい、うん、実は大好きです、いや本当に名前はびっくりしたよ。すごいすごいびっくりしたんだから、この前はありがとう、もうモチベは減らさないように。次はねたろさん、ねたろさん、フロントメイト MV のダンスシーンたくさんさあちゃんってすごいなりました、さあちゃん、ずっとさあやちゃんのこと見ていたいです、見たいです、好きだ。いろいろと思うことはあると思いますが、これから仲良くしてね、いろいろと思うことは何。いや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 、ないですよ、ありがとうございます、嬉しい、あの名刺もね来てくれたし、ありがとう、嬉しいよ。次がかなりん、かなりんさん、続きまして、佐田さん、かなりんさん、ツイッターのフォロワーさんをついてみて気になってました、陰ながら応援してます、え、そうなんだ、大変なこともあると思うけど、体にお気をつけて頑張ってね、フォロワーさんのツイート見て気になってたの、ありがとうございます、サイン大切にしますって、ぜひぜひ、ありがとうね、嬉しい、そうなんだ、またたくさんいろいろ出現してください。次がフィリップさん、あ、2回目だ、フィリップさん、フィリップさん、サイアン STU の6周年コンサートが楽しみすぎて待ちきれません。今後のご活躍を期待しています、ありがとう、待ちきれません、その気持ちわかるよ。楽しみだね、ありがとう、ありがとう、ロバシキさん、次がのりさん、ありがとう、よくショールーム配信見てます、ありがとう、サイアンの穏やかな雰囲気に兄と一緒に癒されています、兄と一緒に、いつか公演お話し会、そして瀬戸内観光に行ってみたいです、推ししかないやん、ぜひぜひよろしくだよ、ありがとう、え、お兄さんと一緒に癒されてるの、なんかすごい気になる、待ってる、もう全部待ってるよ。次がノックさん、ノックさん、サイヤン選抜おめでとう、ありがとう、今回の MV で改めてサイヤンの役員されました、え、特
院ドヤメ部員の1分44秒と3分31秒のサヤの表情がとても綺麗で控えめに言って最強です。これからも上を目指そうね。ありがとう、すごい、めっちゃ細かい、後で見よう。ありがとう。あ、ノクメイケで初サイン、あ、そうなんだ。へぇ、そっかそっか。がまさきさん、そしてマイケンに出会うことができて本当に救われました。まさきそんな自分の思いが歌詞になっていて、初めて聞いた時は涙が出てきました。生涯忘れない。サイアンを知ったこの半年は人生史上最高に楽しい時間だった。ありがとう。これからも楽しいを更新できるよう生物的にいちいち可愛くて尊いサイアンをこれからも続けていくね。サイアンのお顔も性格も歌もダンスも全部が本当に大好き。サイアンしか嬉しい。スルーズのライトサイアンがついち、めっちゃ愛が強いね。嬉しい、ありがとう。変わらずいてね。次がモッチー、モッチーちゃん。自分に泣いている。肩の力が抜けた。変わらなくていい。STU の前線でキラキラ輝くサイヤを支えるような、そして心を安らぐ場所でいるような、そんなファンでありたいな。なってるよ。いつも全力な自分の推しであるサイヤに恥じないよう、これからも全力で応援していくね。サイヤ出してよって。嬉しい、ありがとう。いつももう十分すぎるよ。ありがとう、嬉しいよ。もうお仕事かもしれん。頑張って。続きまして、まさきさん。キャピ、キャピさん。2個目だ。前作で好きを知って、個人的にいろいろあった1年だけど、まいちゃんに出会えたこと、人生史上最大の幸せです。気持ちを伝えるのは、特技だから、普段はあまり伝えなくないかもしれないけど、本人が言えるので、一生分の思いを伝えます。大好き。ありがとう。嬉しい。じゃあ、今度は。はははは、ああそういうことか。ありがとう。このぐらい。ハピさん、あ、名前をいっぱい見る、好き、ありがとう、めっちゃ好き言うやん、ありがとう。キャピさん見る、ありがとう。続きまして、もし可能ならばサイアンとオンライン見つめ合いしたいので、10秒くらいカメラ目線お願いします。え、どういうこと、そういうこと、ここで、いや、それは恥ずかしいので、本命話し会でよろしくお願いします。最近 STU の魅力が知れて、恥ずかしすぎる、うん、無理、恥ずかしい。話し会で、話し会でしよう。あ、直接、直接会で、リアル会でよろしく、ということで、次が大阪 LLC さん。ドアトラック周年になりましょう。4月に89ですね。待ってます。応援してます。ビリーベと1日店長行きました。うん、ありがとう。ビリーベにて1日店長に来ていたことを覚えていただけてみたいで驚きました。うん、そうだ、おめでとうございます。ありがとう、その方。ありがとう、すごい名前なんだね。ありがとう。次がケンタロウちゃん、2個目だ。またね、スキピかわいい。ひとしさん、ありがとう。ケンタロウちゃん、再びヤッホー、ね、再びヤッホーです。続きまして、滝川さん。ピエン、ごめんね。再びヤッホー。サーヤンへ、ホワイトデーにつなげたカービィをかけました。あ、見た。14日の1日店長ツイートにリプしたので見ていただけたら嬉しいです。見た。そして明日のチャートリー公演とても楽しみにしてます。アナウンチを持ってきます。あ、そうなんだ。明日待ってる、やった、頑張る。嬉しいことを書いてます。じゃあうちは見れるのね。ありがとう。次がみつるんさん、ありがとうね。じんわりきました。2個目、続きましてバンダナくんちゃんさん。くんなのかちゃんなのか。魂で背景、高尾沙耶香さん、会員会楽しんでますでしょうか。はい、楽しんでます。先ほどのサイン誠にありがとうございました。
お恥ずかしながらケース初回タイプ B 持ってないんやという不覚の所存、家に追加で ご雑草路サイオン好きになって肩の力を抜けた。嬉しい。そうなんですか。いや分かる分かる。でも私もなんか肩の力抜けたもん。ほんと抜けたもん。ほんとありがとう。次がアート、アートちゃん。アートちゃんっていうものね。まいちゃん大好き。わ、嬉しい。シンプルなメッセージ。ナビーさん、ありがとう。中国からのファンです。お、初めてよろしくお願いいたします。サイヤンは可愛いですから、これから続けて応援しています。これから一緒に頑張りましょう。嬉しい。あ、伊藤。いたいた。アートちゃん、ありがとう。シェシェ、サイヤン好き。嬉しい。シェシェ、シェシェ。ありがとう。嬉しいね。怖いね。嬉しい。次が望月もちおさん。望月もちおさん。ありがとう。もち、もちがいっぱい。続きまして、おじゃまるさん。これからもサーヤンの活躍楽しみにしています。応援してます。お邪魔してました。ごめんなさい。これくんは大好きだ。どういうこと？なんでここなのかな。もちおさんありがとね。いつもいつも。これからも、これからも押すしかないやね。次がスカレンちゃん。ありがとう。嬉しい。最近嬉しい。ありがとう。続きまして、まゆ。スカレンちゃん。まゆちゃん。川さやかちゃん、深呼吸してますか？そう、深呼吸してます。サイヤンは豊臣秀吉みたいだなって思います。豊臣秀吉、いつか中心に立ってできたら消えすぎず先輩の胸を借りながら行きましょう。体当たりでチャレンジできるのが後輩の特権なので頑張りに行こうね。ありがとうございます。顔かわいい。ありがとう、ふかりねんちゃん。初めて言われた。そうかな。明日見に行きます。お、待ってます。明日そう行きます。明日次が神戸のマーチさん。続きましていきます。神戸のマーチ。熊根パパさん。熊根パパ。サイヤンは私の中でナンバーワンで大好きな人です。嬉しい。ずっと応援するし離れていてもいつも思っています。もう愛の告白ガラガラ。愛のポエマー神戸のマチオより。面白い。好きメロ好きなぞって。いいじゃん。ありがとう。いい感じだよ。嘘だ。照れてるね。照れてる。パパさん、ありがとう。最近の話し会もね、すごいね。次がセイヤンさん。2個目。今日は可愛い。めっちゃ可愛い。季節も春おしゃれ楽しみですね。確かにね。今日はね、超黒ファッションなんですよ。黒コーデ。続きまして、サーヤのおしゃれコーデ楽しみです。ミニも楽しんでいきましょう。どうかな、それは。え、でも最近本当に流行ってんだよね。なんか、丈が短いの。この、世間。いやー、ということで。はやりんごさん。いつも応援してます。これからも大人に気をつけて、お体に気をつけてご活躍ください。わー、ありがとう。りょうた。はやりんごさん、ありがとう。息をするから発売おめでとう。今回のシングルでイベントでサイヤンに直接会える機会が多くて嬉しいですね。ベレー帽と黒い衣装をまとったサイヤン、すごく可愛いよ。新たな魅力もたくさん見てね。いつも優しさと癒しをありがとう。またねって。ありがとうございます。そうなんや。花顔の服。あ、そう、今日はそう。黒の花です。そうです。マグハリだおうって。マグハリか。待ってる待ってる。意外とね、今月だもんね。お、ということで、よ、まずは終わったけど追加分があるんですよ。追加分が5人、5名の方、追加分ありがとうございます。追加購入の皆様5名、5名の方。頑張ってね。続きまして、
です、まず。追加分。息をする心選抜おめでとう。サヤの魅力満載の MV も素敵だなと思い見ています。これからも応援しています。おー、ありがとうね。 MV は本当にもうすごいですいっぱい見てほしいです。ありがとう。昨日買ったのも追加分になってる。あ、そうなの？そうなの？次が推しガチ恋おへそさん。おガチ恋なの？推し北海道からいつも天使のガチ恋バイクに癒されてます。北海道からすごいおへそさん、サインありがとう。サインは腐らないように冷蔵庫に保管します。やばバイク大好き。みー、明日だよ。大丈夫だよ、たぶんゆうです冷蔵庫大丈夫だよ。私のえ、これやっていいのかな。川崎さんこんばんは。サインを見ていると一日の嫌なこと全部記憶喪失になり次の日スッキリします。おお、すごい、ありがとう。サインも嫌なことあったらぜひ記憶喪失になってみてね確かに自分で暗示をかけるのいいよね。暗示をありがとういや、リリーリもありがとう。すごいすぐ見つけた。なんでこの感じは。次がゆいちにゃん。ゆいちにゃんさん、りくひんさん、すごい難しい感じ。明日も夜、あ、明日ね。りくひん、ありがとう。あ、サーヤン、お題は渋谷、川崎と今まで考えられなかったこと、至近距離でやんこと話せることに示す感じで今日この頃ヤンヤンも初見して数年経った今、若返ったように可愛くなってるのはずるい。ラブ、いつかさやかと呼べる日が来る日を夢見て。お、でも呼べるんじゃない？もうもうさやかと呼べるんじゃない？でもなんかさ、めっちゃ距離縮まったよねって思うよね。言葉にならないやんいつも越してるもんね。ありがとうありがとう。次がバン・タカシさん。ありがとう。バン・タカシ。ありがとう。初めまして。あ、たしまめるさんのファンで、山笠キックボーダーと関係した時にサインを知ったバリバリの新規です。そうなんだ。今度はこういう見に行きたいです。嬉しい。すごい、ありがとうございます。見つけてくれて。あゆみ、あゆみ D ロジャーの高尾さやかですそうなんだ、公演見に来てほしい。ありがとう。次が、あ、最後、たまきさん。たまきさん、あ、リアルタイム見れるように通知コーニー。あ、そういうことか。あ、すごいね、賢い。瀬戸内のお子様さん、メッセージ初。え、待って、見てる。サヤは実際に前にするといつも避けてしまうんですが、うん、サヤが思ってるより僕はサヤのことが好きです。おー、可愛いとかもちろん、ちょっぴり変なところ変なところもう魅力いっぱいだ。いつものサヤからのイベント楽しみになってたり。確かに、ずっとヨロって嬉しい。生木ありがとう、嬉しいよ。これからもまあふざけながらね、真面目な話もしよう難しいかな。ありがとう。恥ずかしい、照れる、照れる。もちさんもあ、ということで、もちさん初サインなの。おー、すごい、ありがとう。初サインなの、うん、仲良くなってるよ。初サインです。はい、熱々ありがとうございます。ということで、あざわジャケットサイン会終了。瀬戸内のひたまさんもありがとう。いや、本当になんかね、なんか心が、心の両量がフル、フルになりました。ありがとう、嬉しい。本当素晴らしいよね。まずアザージャケットサイン会ができたこともすごい嬉しいし、皆さんのなんか心の声、お話し会とか直接とかではあんまり聞けないような心の声も
なんか聞けたし、あ、そう思ってるんだって発見にもなったし、いいね、ありがとうございます。素敵でした、本当にコメント、ね、ありがとう。そう、これアガージャケットはちょっとしたハーフアップしてるんですけど、今日もなんかしてみた。ちょっとしたハーフアップとか、あと黒の衣装、全身黒。続きましてピーナッツさん、嬉しくなかった。あららら、うん、あ、見てました、よかったよかった。ゆいちゃん好きです、は服シンプルでかわいい、間に合いました。まいちゃん、なんか花がめっちゃ散らばってる、もう少し、ありがとうピーナッツ。本当にね、ありがとうね、幸せな時間でしたよ。ありがとうございます。続きまして、やった、間に合わなかった、あららららいや難しいよね、これメッセージ、コメント内容ね、みんなに聞かれるからね、なあ、まあ、聞いてないよ多分みんなはみんな聞いてないよ、私が聞いてるから。あ、バンダナ君、あ、読んだよ、私読んだ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 、ダイスで止まってる、狙ったな、うん、届くの待っててくれん。そうですよ、ヤシャさん、ありがとう、お仕事の、みんなちゃんとしてた、いや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 、ちゃんとみんなちゃんとしてたよ、来れる時に待ってるよ、ありがとう、ヤシャさん、みんなしてた、呼んでくれてありがとう。続きまして、宮尻さん、ありがとうございます、楽しかった、嬉しかったということで、うん、ほんとあ、でも配信はね、もうね、この後はまた明日ということで、はい、にします。一旦ここらで終了しようと思います。ということで、はい、じゃあ今日はここら辺で終わります。ありがとう、サモイさん、ありがとう、バイバイ、気をつけてきてね、バイバイバイ、いっぱい食べるんだよ、美味しいもの。ボンちゃん、タイタンさん、ナオさん、エイちゃん、フジポンさん、エフシブヤさん、ケンタロウちゃん、サンパチさん、タケサマー、ガッちゃん、ミッナトシガーさん、エビスさん、オミシ君、ありがとうございます。じゃあねー。バイバイ。